高遠第二第三保育園と地域の未来を考える会です。バス停アートやってます。せーの、みんなチャンネルだ。ここから見える伸びやかな景色は稲谷らしい景観の一つです。今日本中世界中でいろいろなことがありますが、当たり前のようにある日常を改めてありがたいと感謝する毎日です。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。こちらで今切削をしていて、アルミの金型の方ですね、作っている様子です。3D プリンターを使ってデジタルモールドと呼ばれる最新の技術で製品設計を行っている市内の会社。その会社で今行われているのはオンライン会社見学です。これはテレビ電話などを使って3月から始めたもので、実際に会社に来なくてもテレビ電話のシステムで遠隔地から見学できるというもの。スワニーは伊那市の製造業で作るご当地お土産プロジェクトに参加したり、最近では医療用の臓器モデルなどを開発してグッドデザイン賞を受賞するなど、さまざまな分野で幅広く活躍しています。このような会社でも今年に入り、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により事業展開に大きな影響が出ているといいます。お客さんが結構開発系の方が多くて、でやっぱり自宅で皆さん仕事されてる方が多いんですよね。伊那市まで来ていただいて、その試作品作る時のトライの立ち会い、それが出張がねできなくて来れなくなって延期とか、そういったことで、やっぱりうちの、月の売り上げで考えると多分今 2,3 割だとは思うんですけど、このまままだ増えていくかなっていう。開発とか生産系ですね、製造系というかね、そういったところがちょっと足踏み状態かなっていうのはすごい感じてますね。今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、全国的、世界的な感染拡大に伴い、製造業や建設業における部材の供給停止や飲食、宿泊業では相次ぐ予約キャンセルにより売上の大幅減少が生じるなど、さまざまな業種において多大な影響を及ぼしています。今後どうしていったらいいかっていうような相談の声というのは切々にやっぱり寄せられております。いろいろと国や県や市のですね、支援策なんかをこうミックスさせながら、この緊急事態を乗り越えていくかっていうような、そんなようなところをですね、経営者の皆様方と一緒に対応を今図っているというところでございます。はい、やっぱりこういった時こそ商工会議所がですね、地域経済を支える基盤となって、やはりこのコロナの危機に負けないようにですね、地域の経営者の皆様方とともどもに今乗り越えてまいりたいというふうに感じております。新しい技術開発系の仕事が多い会社だからこそ、この時期全国的な展示会や出展、講演依頼などが通常はたくさんあるということですが、今年は全く様子が違うそう。製造業系の展示会でしたけど、本当に全然人が歩いてないような、そういった状況だったので、でうちの場合大体それで1年間ぐらいの顧客の獲得の場所だったんですけど、マーケティング的にはすごく影響は大きいのかなと思います。はい、この時期だからこそできることを考え、前向きに様々なことに取り組んでいるそうです。やっぱり今あるツールを組み合わせて工夫して、できることも思いついたこと端からやってみるっていう、そういうマインドでいくしかないかなと思っています。はい、早くも収束してくれることしかないですよね。はい、やっぱ資金繰りっていうところがやっぱ経営者としてはね、本当に不安なところなのでね、今を生き抜くために利用していこうかなっていうのはすごい感じてます。はい、伊那市では新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策として、
大きな影響を受けている市内中小企業者に対して伊那市制度資金特別経営安定化資金を拡充しました。特徴は大きく3つで、利率は 1.4% の低金利に引き下げられ、3年間の利子補給がつき、実質無利子となるよう市が負担します。借入限度額は2000万円で、保証料は自己負担なしです。そして借入期間は運転資金、設備資金ともに最長10年間で、2年の据え置き期間を設けました。申し込み窓口は市内の金融機関となります。詳しくは市役所商工振興課へお問い合わせください。また伊那商工会議所では相談窓口を設置していて、4月8日は相談会も開催しますので、詳しくは直接お問い合わせください。さて皆さん、国道152号沿いを通っていて、あれと思ったことありませんか？これは東京芸術大学大学院の高井みどりさんらが進めているバス停アートプロジェクト。片倉地区から高遠駅まで22あるバス停ごとテーマを決めてデザインを施していて、高遠第二第三保育園と地域の未来を考える会が協力し、去年11月から制作活動が行われています。高遠第二第三保育園の園児たちも一緒になって、手形で表現した虹を飾り付けたり、地元の人たちもペンキで色塗りをするなどして携わっています。3月24日、この日は周辺の農村風景と一体となるようデザインされた宮下口バス停と、その周りに設置する家族に見立てたオブジェを設置していました。素晴らしい出来になってきたなっていうような感じを持ってます。ワークショップが中止になったりとか、そんなことがあったりしたんですが、まあ、これを見てもらって地域の皆さん、コロナウイルスに負けないような元気な地域になってもらえればなっていうような感じをしてます。地域の方がたくさん塗るのを手伝ってくださったり、直すのを手伝ってくださったりして、ようやくここまで来たなとすごい感慨深いです。いろんな場所にいろんなデザインをしたので、生活の中に溶け込むように使っていただけたらすごく嬉しいです。色鮮やかで明るい雰囲気のバス停を見ると元気がもらえて、この春国道152号を通る新たな楽しみが増えそうです。3月18日には伊那市役所で地元農産物の販売が行われました。農家を応援しようと、いちごやアルストロメリア、牛乳が通常価格で販売されました。最後に新型コロナウイルス関連の最新情報をお伝えします。伊那市内の小中学校の入学式は予定通り開催しますが、感染症予防対策として保護者の出席は原則1人、在校生や来賓は参加しないなど、内容を簡略化して行います。また入学式以降の学校生活は予防対策を取りながら再開します。学校開放は4月7日まで中止、8日以降開放する予定です。公立・私立保育園、幼稚園、認定こども園及び小鳩園の運営は通常通りで、入園式は参加は入園時と最小限の保護者、来賓の参加はなく、時間の短縮など簡素化を図り、会場内などの感染予防対策を取りながら行います。子育て支援センターは3月中は利用を休止し、4月1日から開所、高遠は7日からの開所となります。なお子育て講座は17日まで休止です。続いて今後予定しているイベントで中止または延期となっているものはご覧の通りです。なお高遠城址、伊那公園、春日公園の花見は国内外長野県の状況を踏まえ、発生リスクを考慮して自粛いただきますようお願いします。
文化施設やスポーツ施設は3月中は利用を制限していましたが、4月以降感染防止策を講じながら開放します。一部施設や教室の状況により利用休止が続く施設や予約方法の変更などもありますのでご了承ください。なお4月6日以降、各施設の学習室の使用と伊那市立図書館の通常の本の貸し出しは対策を取りながら再開予定です。新型コロナウイルス感染症は風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に一人一人の手洗いや咳エチケットの徹底が大切です。規模の大小に関わらず人が集まる職場や地域の会議などをやむを得ず開催する場合はマスクの着用や消毒液の設置、室内の十分な換気などをお願いします。新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口は伊那保健福祉事務所です。相談しないままいきなり医療機関を受診したり複数の医療機関を受診することは控えてください。バス停アートで楽しく元気に暮らせる地域になったらいいなと思います。皆さん見に来てくださいね。せーの、にぎやかに響く声といつもと変わらない笑顔、伸びやかな広々とした田園風景、暮らしの中にぬくもりと心地よさを与えてくれる薪ストーブ、そして交流の輪が広がる人々の交わり、いずれも伊那市の日常の一コマです。農地を守り安心安全な農作物を作る人々、南アルプスと中央アルプス、そして悠々と流れる天竜川と壬生川、みずみずしく潤された肥沃な大地は米や野菜果物などを育み、おいしい水と新鮮な農作物を私たちは感謝していただきます。伊那谷の景観の象徴でもある森、町の8割以上を占め私たちの暮らしは木と隣り合わせです。ふるさとの山を守ろうと林業に携わる青年や地元の木にこだわる木工職人、ぬくもりあふれる木の魅力を感じ50年先に向けて森と人との距離がもっと近づくようにと取り組みます。日本に伝わる包装材、経木、地元の木を使って持続的な豊かさを大切にする優しい伝統文化の発信が伊那市から始まりました。豊かな水や森林、あふれる日の光、ふんだんにある地域の資源を活用しエネルギーが循環する新しい生活スタイルもまた伊那市の特徴です。目の前に広がる河岸段丘、そして3000メートル級の南アルプス、自然がもたらす恵みの光景は長い年月をかけて大地が営みを重ねてできました。自然を舞台に学びと遊びを丸ごと体験、公園や近所の小川にぶらりと出かけたり、庭先に集ってバーベキューをしたり、縁側で遊んだり、当たり前のようにある日常がとても豊かな時間です。子どもたちの興味や
生きる力を育む保育。中学生が大人と触れ合って未来を考えたりするのも特徴的でしょうか。地域資源を生かした一次産業がしっかり営まれているからこそ、交通や医療などの分野で新しい技術を活用して地域の課題を解決し、もっと豊かになれればという取り組みもまた伊那市を舞台に進められています。普段私たちが何気なく見ている景色や農林業が営まれている美しい景観、そして生き生きと生活している人たち、地域の中で脈々と受け継がれる伝統行事など、先人が次の世代を思い一生懸命に育んできた歴史と文化が息づく私たちの大切な場所、伊那市。改めて周りを見渡してみると、日常の暮らしの中にこんなにあふれるほどの魅力があったんだと再発見できるかもしれません。今年もまた春がやってきました。次の世代に残したい景色、伝えていきたい感動、あなたの町、伊那市の好きなところはどこですか？続いてお知らせです。皆さん、伊那谷の特徴や文化といったら何を思い浮かべますか？今、創造館や歴史博物館で共通のテーマのもと、3つの展示が行われているんです。というわけで、館長、伊那谷らしい文化、はい、ズバリテーマ何でしょう？そうですね、はい、今回のテーマはズバリ食です。こちら。出ました。これですね。はい。まあ、どうしてもね、今回テーマとして食を選んだんですけども、はい、まず特徴的なものがございますということで、こちらの部屋では昆虫食、伊那谷の美味しい昆虫ということで展示を行っています。さて、今回はテンポよくトントントンとご紹介してきますが、はい、第2弾、2つ目の展示は何でしょう？はい、2つ目の食の展示は、はい、現在高遠町歴史博物館で開催しておりますふるさとご飯の300年になっております。まあ、こちらもね、その歴史上に見る、この土地の食べ物を扱ってまして、いろんな、ね、見ていて楽しいものありますので楽しんでいただきたいと思いますね。そして3つ目、館長、会場内すで、はい、に美味しそうな雰囲気いっぱいですが、はい、これはですね、創造館の企画展、そばは正義ということでやらせていただいております。まあ、高遠そばの歴史ですとか、まあ、日本全国のいろんなそば、それから、信州そば発祥の地の秘密とかですね、そういったところを見ていただける展示になっています。はい、食にまつわる道具の展示もあったり、はい、そもそも暮らしに密接しているものですから、ぜひ。そうですね、ですね、はい、そういうことで、春の、伊那市の文化施設、創造館博物館は食の3連発で蒸しとふるさとご飯とそばで勝負します。はい、お楽しみに。それぞれの会場ではアルコール消毒液などを設置するほか、スペースを広めに十分な換気をするなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を取りながら展示しています。伊那谷の食文化に触れていただく機会になればと思います。毎週伊那チャンネルという一つのもの、一つの番組をケーブルさんと一緒に作ってきました。その中に関わってきた人たちの思いなど、一つの物語も一緒に届けようとやってきました。その間、伊那市のいろいろな場所、素敵な景色、そして素敵な人々と出会うことができ、とても豊かな時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。さて、来週からはフレッシュに秘書広報課の有賀夏子がお伝えします。来週のテーマは心と体の健康です。それでは皆さん、来週からも引き続きこのいいなチャンネルをお楽しみください。